はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今日はね、久々にチューハイです。タカラの、ゼロ仕立てのゆず味。違うわ。すだち味だ。5つのゼロでキレのある果実感。果汁入り糖質ゼロチューハイ。糖質ゼロ、甘味料ゼロ、着色料ゼロ、プリン体ゼロ、香料ゼロ。そしてアルコール度数 8% という。ね。で、果汁が 3%。美味しさの秘密、果実の美味しさを閉じ込め製法により、糖質ゼロでキレのある果実感を実現しました。原材料がすだちスピリッツとレモンとすだちとグレープフルーツ。なんでこれ微妙、これさ、毎回思うんだけどさ、すだちって書いてあるのにさ、レモン入ってるしさ、グレープフルーツも入ってんだよね。なんじゃこれやって。すだちスピリッツと、レモンとすだちとグレープフルーツ。しかもこれ見るとさ、これ原材料にさ、書いてある順に、量が多いっていう意味なんだけど、すだちスピリッツの次にレモンが来て、その後すだちだからね。下手したすだちの方が、少ないんじゃないか、量は。まあ、同量だった場合は、まあ、あれだけど、ちょっとわかんないですけど、同量の可能性もある。まあ、この宝のね、ゼロ仕立てはね、前確かレモン味とか飲んだんだよね。これはね、すげえドライなんですよ。焼酎ハイボールがドライすぎるんだよ。ドライすぎてね、なんか味もね、そっぺもねっていう。新潟弁でね、味もそっぺもねっていう、そっぺもねって言うんですけど、味もクソもないっていう意味です。そうじゃあ、乾杯。味がすっげえ透き通ってるっていうか、いい意味で言えば透き通りすぎてる。コクがねえな。これコクもゼロなんじゃないのか。ゼロ仕立てってこれコクもゼロに近いの。本当に。ただキレがめっちゃある。すだち、うん。最近分かったんだけどね、すだちとね、レモンじゃねえや、ゆずの違いが分かったんですよ。何が違うかっていうと、俺、うちね、実はゆず、栽培してて、で、最近実って、お風呂に入れたりしてるんですけど、ゆずね、ついでだからちょっと食うかと思って、焼酎にね、入れたりしてね、チューハイ作って飲んだんですけどね。ん?と。全然酸っぱくないんですよ。ゆずが。で、ゆずってこんな酸っぱくないもんだって、じゃなかったような気がしてたんです。ずっと。すだちって酸っぱいじゃないですか、多分。シークワーサーも酸っぱいんですよ。でね、丸ごとちょっと食べてみたんですけど、ゆず。ほとんど酸っぱくないですね。ゆずね。なんか、いわゆるみかんっぽい。軽いみかんみたいな。ちょっとみかんっぽい。みかんってほど酸っぱくない。むしろみかんよりか酸っぱくないんじゃないか、あれ。多分みかんよりか酸っぱくないです。下手したら。まあ、甘さもないんですけどね。無味みたいな感じ。ちょっと酸っぱいぐらいの。みかんは甘いでしょ。甘みもさ、酸味もあるでしょ。みかんから甘みを抜いて、酸味もちょこっと抜いた感じが、あれなんですよ。ゆずなんですよ。はーっと、ゆずそんま食ったことなかったからね。ほとんどなんか、なんじゃこりゃって感じでしたね。なんか全然味もクソもない。香りも、まあ香りはあるんですよ。香りは。ゆずは香りは強いですけどね。独特なね。柑橘系とはちょっとやっぱり、レモンとかとは全然違う系の、なんか、むわーっと甘いような、なんか、
なんていうんですかね、柚子の香りね。こんなに甘くないんじゃねえよ。酸っぱくないんだなと思いましたね。柚子なんてね、だからシークワーサーとか、俺前シークワーサーもクソも全然わかんねえと、味なんて。シークワーサーと柚子とすだちの違いわかんねえよって言ってたんですけど、よくわかりました、ね。少なくとも多分柑橘系の中で一番酸味がないんじゃないですかね。とは思います。うん。まあ、香りはあるんだけどね。全然酸っぱくないですね、あれは。ゼロ仕立てな、これ。ほら、同じ宝から出てる缶中杯とか、焼酎ハイボールに比べるとね、コクがないんだよな。コクっつうか、こう、後味みたいなのがないんだよ。後味っていうか。後味。まあ、逆にそれがいいっていう人もいると思う。本当に、甘みもないし、甘みは全然ないです、うん。かといって、すだちだからって、なんか酸味はそんなにない。ほとんどないですね。うん。なんか、うん。香りはあるんだよ、確かに。すだちっていうか、柚子っていうか。あ、柚子もありますね、味ね。ライムもあるみたいです。これ、まあ、食ってね、じゃあ飲んでねえな。あれだな、ライムはちょっと飲んでみたいっすけどね。ユズも多分飲んでない。俺飲んだのグレープフルーツとレモンだけじゃなかったっけ？ゼロ仕立て。でもこれ飲むんならやっぱり安定の焼酎ハイボールなんだよな。安定の焼酎ハイボールなんだよな。なんか焼酎ハイボールってやっぱりこれスピリッツじゃん。よく見たらすだちスピリッツだもん。多分これウォッカ使ってるんだな。すだちスピリッツってのはいわゆるウォッカに、すだちを多分、親戚したやつでしょうね。いわゆる親戚酒ってやつです。漬け込んだやつね。だから、焼酎使ってないんだと思うんだよ。あんまりっていうか、全然、焼酎の味しないもんね。焼酎ハイボールとかと違って、全然この、焼酎ってこう若干こう、後味っていうのがあるじゃないですか。ね。あれが全然ないもんね。まあ、どうだかわかんないですけど。まあ、焼酎で漬け込んでるのかもしれないですけど、少なくとも、焼酎で漬け込んでたとしても全然味がしない。焼酎の味がしないんで、あんまり美味しくはない。ただ、甘いのが嫌いな人を、中杯？でも難しいんだよな。このゼロ仕立てはあんまりちょっと失敗だと思うね、俺はね。焼酎ハイボールの方が絶対美味しいんだよな。美味しいんだよなーっていうかさ、それはまあ勝手な好みなんですけど。結局、焼酎ハイボールから、焼酎の旨味を除いたのが多分このゼロ仕立てみたいな感じです。ほとんど焼酎ハイボールも同じようなもんですから。甘さとかほぼないですからね。とにかく癖がないっていうのがこのゼロ仕立ての売りでしょうか。た
ただ個人的にはあまり好きではないです。基本的にこの宝酒造は甘くない。酎ハイはね、大体全体的に甘くないんですよね。それの極論がこれだと思うね。ゼロ仕立てね。もう甘くもない。癖もない。あと、コクもない。って感じかな。香りはそれなりにあるけど。なんか、物足りないんだよな。全然な。物足りない。まあでもこういうのが好きな人は好きなんでしょうけど。ねえ。まあ食事には合わせやすいような気もしなくもないけど。本当になんか脂っこいものと一緒に。でも一緒に脂っこいものと一緒に飲むのがやっぱ焼酎ハイボールなんだよな。絶対焼肉とかと一緒に飲むのがやっぱ焼酎ハイボールで絶対うまいんですよ。だからね。これの存在価値がよくわかんないんですよね。個人的にこれは俺はあんまり好きではないですね。これだったら買うんだったら、これ絶対買うんだったら焼酎ハイボール買うもん。焼酎ハイボール買うからな。焼酎ハイボールのドライ感もな。絶対この、なんか、ほのかな甘みがあるんだよね。焼酎ハイボールはね。どの味もね、ドライでもね、ほのかな甘みがあって、ね、それがまた美味しい。そのほのかな甘みが結構美味しいんですよ。で、焼酎の味もね、結構ダイレクトに来るんです。焼酎の。だからね、それがうまいんだよな。やっぱ安定の焼酎ハイボールドライとレモンなんだよね。それ以外の焼酎ハイボールシリーズはもういらないんだけど、個人的に。全部あんまりいらない。あ、それ以外は嫌いなんですけど。レモンとドライだけはもう別格でうまいですね。特に多分ドライが一番うまい。特にドライだね。ドライが最強だな。個人的に。ああ、そういえば、前、昨日だったっけ？コメントであったんですけど、なんか、酒の飲みすぎで、30キロ太ったとかっていう人がいたんですけど、あれはちょっと多分、つまみの食いすぎだと思いますね。なんでかっていうと、酒ってカロリーは結構高いんですよ。ただしね、あれは、お酒って基本的に、お酒飲むと体あったかくなったりするでしょ？あれでね、代謝が良くなったりするんで、それで発散っていうかされるんですよ。ただし、真っ先に燃焼されるんですけど、ただその間に、つまみを食うとですね、つまみの方に、燃焼する。つまみを先に、消化しようとして、というか、消費しようとして、酒の方がおざなりになるんですよ。で、結果、その酒の分のカロリーが溜まっちゃうんです。だから、まあ、太りたくないんだったら、まあ、食べないことですね。多分酒だけ飲んでても全体太んないです。俺、各位俺は、毎日酒飲んでますけど、全く太ってません。むしろもう痩せてるぐらい。
平均体重のね、今、俺、60キロか。真っ裸で測って60キロだったから、172センチの60キロなんですけど、本来65キロぐらいないと平均体重っていうか、俺の年齢的に多分、ダメなんですけど、5キロぐらい痩せてる。だから、全然太ってない。毎日飲んでるけど。まあ、どうなんですかね。まあ。まあでも言うてもカロリーって、アルコールイコールほぼカロリーですからね。だからアルコール度数高いやつ飲みまくれば、まあ、ダメなんかもしんないけど。まあ、基本的には、あれと同じですよ。ビールでプリン体言ってる人。ビール飲んでプリン体言ってる人いますけど。痛風なるわとか言ってる人いますけど。あれビールだけ飲んでてもね、多分痛風なりませんよ。ビールよかね、プリン体が多いのは肉ですから。ビールよかね、明らかにね、肉とかの方がね、はるかにプリン体多いんで。だいたいビールで、プリン体言うてる人は、肉の食いすぎでプリン体になってるんです。つまみで肉を食ってるから、プリン体を摂取しちゃって、痛風になっちゃってる。そういうことでね。まあ、基本的につまみはね、食べるなとは言いませんけど。まあ、ただ、うん、なんかつまみ食べながらの方が、胃にダメージがないとか、ありますけど。まあ、俺もそんなの鹿として、ほとんど飲んでませんか？食ってませんからね。酒しか飲まないから。つまみほとんど食わない。なんか全然腹っていうか腹に入ってこない。酒飲んでると。つまみいらねえんだよ。まあこれはあれですね。1122です。ご視聴ありがとうございました。